ンチニュース。神社の中にウサギがいっぱい。ウサギを神門にした珍しい神社、大津市久野神社をご紹介します。こちらの神社ではウサギを神様のお使いとしており、境内のあちこちにウサギさんの姿を見ることができます。隠れウサギを探せ。よく見るとこんなところにもウサギさんが。ウサギ尽くしのこの神社、お参りに来られた時には探してみるのもいいかもしれません。ウサギ年生まれの方の守護神にもなっているこの神社、卯の日にお参りすると特別な御朱印をいただくことができるそうです。2023年はウサギ年、お参りしてみてはいかがでしょうか。